スノーマン渡辺翔太、満面の笑みで肉を頬張る可愛らしい、もぐもぐショッピー、写真を披露。スノーマンの渡辺翔太がインスタグラムアカウントを開設してから、11月11日で1週間が経過した。フォロワーは大台の100万人を突破。相互フォローのラウール、メグロレンとストーリーズでやり取りをしながら、自由な投稿をファンに届けている。11月10日には、ハピネスというキャプションで、渡辺が満面の笑みで肉を頬張り、その後白衣を口に運び、幸せそうな顔を浮かべるといった流れの3枚の写真がポストされている。ストーリーズにはポストを引用する形で、君が好きと綴られており、コメント欄には、おめめキラキラにして美味しそうにご飯食べる翔太くん本当に可愛い、こういうオフショットが嬉しい、もぐもぐショッピーといったファンからの声が寄せられている。ここまでの渡辺の投稿のほとんどが英単語に、シャープショッピーのハッシュタグが添えられた形式となっている。